こちらが放電海水浴場です。そして海を渡ったあちらが犬島海水浴場。今月に入って岡山市は2つの海水浴場の廃止を決めました。一体何が起きているのか取材しました。放電海水浴場の隣で農作業をする人に話を聞きました。夏も何もここに。 混んでも他にもいろいろいっぱいあるから言うんで、ね、年,々年,々年々減ってきてまあ良かったんですけどね大勢来てに賑やかでこちらは2002年からの海水浴客の推移です一時は2万人以上が利用していましたが年々減少傾向でコロナ禍の2020年からは感染症対策により開設されませんでした 二つの海水浴場を運営しているのは地元の観光協会。去年、四年ぶりの開設を検討したものの、協会のメンバーの高齢化により、およそ一ヶ月間の毎日の運営は困難として、開設を見送りました。地元の方の全面的ご協力のもとに開催されていたから、その方々が 1>, あの1年、2年、3年経つと、それこそあの高齢化して、パワーが落ちてしまううという感じでしたせっかく場所があるのに、できないことはま残念だ。今回、岡山市は、運営スタッフの高齢化が進んでいる上に、レジャーの多様化で、今後も利用客の増加は見込めないとして、廃止を決めました。 海水浴の需要そのものがやっぱり全体として下がっているというのが一つと、平均で4、5名の方が毎日いらっしゃる、常駐でいらっしゃる状態ですので、やはりその夏の本当に今、暑い中、安定的に集めるというのが非常に難しくなってきてる放電地区の入り口にはこんな看板が。これで岡山市内から降雪の海水浴場はなくなります。 市によりますと、海水浴場の廃止に伴い、ゴミの放置なども懸念されるということです。岡山県内で見てみますと、主な降雪の海水浴場はこれで9カ所となります。レジャーの多様化が進む中、利用客の減少はどこの海水浴場でも課題に挙げられていますので、それぞれの海水浴場の魅力づくりなども必要となりそうです。